第126代天皇特人。秋人の第一王子である上皇は、天皇の大位等に関する皇室天板特例法に基づき大位した日本の天皇の称号。具体的には、2019年4月30日限りで、大位した第125代天皇秋人に与えられた。恥染め後法に身を包む天皇在位中の秋人。 1990年11月12日の即位礼正殿の儀で着用した小族である。大位特例法第3条に基づき、大位した後の秋人の称号を上皇とし、継承は大位前と同様に陛下とした。秋人は2019年4月30日に大位し、皇太子、成人親王が第126代天皇に即位した翌は元年5月1日より、 上皇となった。また、宮内庁は2019年2月に、称号、上皇の英語表記として、エンペラー・エメリタスを採用すると発表した。エメリタスは、ラテン語で、原義は、引退したという意味を持つが、前の地位、職将に肯定的な意味を含むため、名誉待遇のと、分けするのが、一般的である。継承の、陛下の英訳は従来通りの、 キズ・マジェスティである。直訳すると、名誉天皇だが、エメリタスは2013年に退位した全ローマ教皇、ベネディクト16世にも用いられており、彼の称号は、名誉教皇である。海外では退位した君主に対して釈号を授けたり、即位以前の王子や王女を名乗ったり、 あるいは退後もそのまま君主の称号を保持し続けたりする例があったが、宮内庁次長は我が国にはあまりふさわしくないとした。イギリスの公共放送局である BBC では解説においてグランドエンペラーという語も使用している。葬儀及び両母の格式については天皇と同様としている。したがって上皇の法御にあたっては体操の例が執行され、 天皇陵が造営される。皇室天畔の定義における皇族には含まれない。ただし、特例法において、その他の事項については皇族の例に倣うとし、皇室を構成する一員として、あくまで皇族の身くらいに相当する。その一方で、皇位継承権及び国事行位臨時代行、摂政、皇室会議議員の就任権は承認されていないなど、 その他の皇族とは差が設けられている。上皇の皇は上皇后である。継承は上皇と同様に陛下である。なお、日本の多くの報道機関、マスメディアは上皇様ないし夫妻両者を指す場合は上皇ご夫妻などと呼称する。天皇が退位するのは江戸時代後期の1817年に退位した皇格天皇以来202年ぶりのことである。 1868年に一世一元の生が定められ、1889年に制定された旧皇室天般や1947年に制定された現行の皇室天般も大位に関する規定がなく終身在位となっていたため、これが県政史上初めての大位となる。また、1869年の東京天都後に天皇が大位するのも史上初めてであった。 なお、天皇退位特例法は、秋人一代にのみ適用される、臨時法であり、高級法ではないため、新たな特例法の制定もしくは、皇室天畔の改正がない限り、時代以降には適用されない。ただし、特例法制定時の内閣官房長官である、菅義偉は、今回の退位が、先例になりうるとし、将来の天皇にも適用される可能性があるという。 政府見解を示した。2016年8月8日、天皇秋日は,はお気持ちを表明し、天皇は国政に関する権能を許さない、胸を規定した憲法上の制約により、具体的な制度についての言及は避けると前置きした上で、自身の大意の意向を間接的にとはいえ述べたことにより、それまで皇室天翻に、 大位の条項が明記されていなかったことから議論が始まった経緯がある。政府が設置した天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議で第125代天皇を代限りの大位として特例法を制定するか、恒久的に天皇の大位を制度化し、皇室天半の改正をするか、さらに摂政を設置すべきか議論がなされたが、最終的には 一代限りの大位を決議し、当時の内閣総理大臣、安倍晋三にこの考えを提示した。政府は与野党問わず、国会に議席を有する各政党の代表者との事前協議を重ねた上で、天皇の大位等に関する皇室天板特例法案を国会衆議院に上提し、翌2017年6月9日の参議院本会議で可決、成立した。そして、 6月16日に天皇の大位等に関する皇室天板特例法が交付され、一部は施行された。なお、天皇大位を特例法によって行うため、全面施行は2017年12月1日開催の皇室会議の議論を経て、12月13日に交付された天皇の大位等に関する皇室天板特例法の施行期日を定める政令によって、 2019年4月30日と定められた。当初、報道各社は天皇の大位関連ニュースで当初は、生前大位と報じたが、その後は大位と上位の二つの言葉が使用されている。秋人の大位語の特例法に基づく、上皇という称号は、歴史上大位した前天皇に用いられた、大乗天皇の略称ではなく、あくまで正式な称号である。 公格条項以前の歴史上を用いられた条項は大乗天皇の略称だったが、大尉特例法の法案化の過程での議論の中で、大乗天皇が自転の君として陰性を敷き、天皇が大乗天皇により上位させられたり、大乗天皇同士あるいは天皇と大乗天皇間で権力闘争が起きたことから二重権威にあたるとして使用に反対する意見も見られた。 このような意見を踏まえ、同法第三条第一項に、退位した天皇は上皇とすると規定しており、この規定により、秋人の退位後の称号は、大上天皇ではなく、上皇が正式なものとなる。したがって、日本の皇室史上初の称号となる。もっとも、退位した天皇の故障、及び国民に馴染みやすい故障として選定されており、その語源は、大上天皇の略称である。 上皇后も同様に皇室史上初の称号である。皇后は配偶者たる夫の天皇が退位するか、天皇が崩御して未亡人になると皇太后となる。直近の例では、皇順皇后が昭和天皇の崩御した1989年1月7日から2000年6月16日に自身が崩御するまで皇太后の未位にあった。皇太后は、 参考の未位の一つだが、未亡人の印象が強い、皇太后という未位を、退位した天皇の配偶者の称号として使用する、ことに対して、不安を覚える者も,もいた。天皇の公務の負担軽減等に関する、有識者会議のメンバーである、山内正幸は、次のように述べている。上記の事情に加えて、天皇の退位が、建政史上初めてであることから、歴史に引っ張られる必要はない。 といった声もあった。現行の皇室転半では、民間出身で婚姻により、皇族の身分を取得した女性の称号は、皇后、親王妃、王妃など、天皇をび皇位継承権を有する男性皇族の称号と記載、妃を組み合わせたものであり、未知子も初の民間出身であることから、それに合わせて有識者会議は、その責任において新たに創作した。 上皇后を用いるべしと最終的に結論を出した。その後、政府の法案に基づく天皇の退位等に関する皇室天範独例法が国会にて可決され、上皇と上皇后の称号を用いるものと公式に決定された。2019年5月1日以後、皇太子なる人新王妃政子が立候補したことに伴い、秋人の皇后であった道子がその地位にある。 赤坂御所いずれ秋人は上皇后の道子と共に皇居吹上戦闘御所から現在天皇特人の御所となっている赤坂御用地内の赤坂御所に転居しこれを上皇の正式な戦闘御所と解消する予定である両親の上皇夫妻と入れ替わり天皇一家が皇居吹上戦闘御所に転居し天皇の正式な御所とするただ 戦闘御所の整備には時間を要するため、上皇夫妻は東京都港区の高輪皇族邸に仮住居する。また、皇位継承に伴い皇太子が空位となったため、東宮御所は皇太子と同等の待遇となる皇子、秋篠宮文人新郎が即位するまでは存在しないこととなる。ただし、秋篠宮一家は従来の住居である。 赤坂御用地内の秋篠宮邸を改修、増築して引き続き泊まる。なお前日の通り、秋人が東京テント後に退位した最初の天皇でもあり、戦闘御所の名称が東京都にも必要となったことから、区別のため、京都御苑にある従来の戦闘御所は京都戦闘御所と解消された。 国民の祝日に関する法律の定める天皇誕生日は秋人の誕生日である12月23日から徳人の誕生日である2月23日へ移動した。なお、2019年は徳人の誕生日は即位する前、秋人の誕生日は退位した後に迎えることから、1948年の祝日奉仕行以来初めて天皇誕生日のない年となった。なお、 上皇の存命中は、在位中の天皇との二重権威回避のため、上皇の誕生日を祝日としないことになっている。秋人の退位に伴い、新たに上皇期が定められ、2019年6月6日に上皇秋人、上皇皇道子が、大正天皇陵に、親一の儀に臨んだ際に、初めて乗車するご両者に掲げられた。旗の衣装の喫下の形状と大きさは、 天皇旗と同一だが、背景の赤色が天皇旗より濃い赤となる。ありがとうございます。